逃げたからね、宮本サワが出てこい、サワが。
員である澤穂晴の挨拶があります。よろしくお願いいたします。本日は寒波が押し寄せるとても寒い中、国立競技場に お集まりいただきまた最後までご観戦いただき誠にありがとうございました。私たちサッカー界の心はこれからもずっと東北の被災地に向いています。私たちは 3.11 を決して忘れません。最後に私たちの心はこれからも復興にかける皆様といつも一緒にいることを私たちの総意としてお伝えします。チア日本、これからも共に歩みましょう。本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。